こんにちは。俺はみんな大好きよ。エンハンスアーマメント闇の炎。はいどうも、最近お盆実家に帰ろうか悩んでる男、クライトでーす。そろそろお盆の時期がやってくる季節ですよ、皆さん。正確には8月13日から8月16日くらいらしいんですけど、実家帰ろうか考えますよね。あ、ちなみに僕愛知県出身なんで、ここメモね。ことで今回、吉田沙保里の殿堂入りボケてに突っ込みしてみた新ファイナルでーす。以前の傑作動画をまとめたのと新しい部分を加えた、ハイブリッドになっているので最後まで見てくれたら嬉しいです。この動画が一瞬でもいいなと感じたら、高評価の方だけよろしくお願いいたします。それでは、どうぞ。ペットを飼い始めたの。もう関わらないと決めた。ポケモンにしては見た目おぞましいな。この世も終わりじゃん。うるせえ。今それどころじゃねえんだよ。吉田沙保里が麻酔銃でも眠らない。まず針が通らないからね。レールガンとかでぶち込まないと多分効きません。この日人類は絶滅した。史上最悪のボス。漫画とかでよく最初に村めちゃくちゃにしてくるやつ。令和でこの生物に勝てるやつは現れるのか。うん、吉田沙保里というのかい。贅沢な名だね。今からお前の名前は霊長類最強の吉田沙保里様だ。いや、めちゃくちゃおじけづいとる。よく見たら棒みたいな服着てるからかな。もっと贅沢な名前になったね。そのトミカ、いくらですか？普通のバイクだよ。何でもミニチュア化するのやめて。高層高度ギリギリ無茶リンピック人気種目。1位、陸上 4×100、爆破リレー。2位、床一面オイルバレーボール。3位、サメ放出、競泳1500メートル自由形。4位、吉田沙保里とレスリング。ある意味4位が一番過酷だよ。モザイクかかるの不可避。夏休みの自由研究、3年2組、34番、吉田沙保里、手作り太鼓の達人。どっから頭ちぎってきた？呪術廻戦の上後かよ。吉田沙保里、消費税下げて。安倍首相、いくらなんでも、吉田沙保里でもね。この後はあなたのご想像にお任せします。ボロ爆発しとる。安倍首相がパワードスーツとか着てないと生きてない。ドライブスルーでは、どうしてあんなに早く、ハンバーガーができるの？手抜きして作っているからだよね。となると、いいえ、吉田沙保里様のために、おしごシェフが用意したものを早くしたものです。吉田沙保里、私の質問無視してない？神には逆らえないピエロ。この後はショッキングな映像のためお見せできません。吉田沙保里がモンハンのハンターの時、ありがちなこと。吉田沙保里討伐のクエストが掲示板に貼られる。逆にモンスター扱い。誰もハンター討伐できねえ。あまりに強すぎるので、両手をタケノコの里で塞ぐというオリンピック委員会の判断。他に塞ぐもあっただろ。タケノコの里ご利用ししすぎだろ。てかもうそれタケノコの里ではなくドンキ。吉田沙保里と肩がぶつかった時の対処法。ステップ1、全力で謝る。ステップ2、全力で逃げる。ステップ3、肩がないのに気がつく。もうすでに刈り取られてた。どうやって走ってたの？古代兵器。吉田沙保里。いや、話変わってきちゃうよ。沙保里若い時そんな美女だったんすか？吉田沙保里、携帯を起動、ボケてをダウンロード、ボケてを開く、ボケてを見る。ボケてサービス終了のお知らせ。ガチで知ってるのかだけ聞きたい。わかる。だって俺も同じこと思った。鬼舞辻無惨は吉田沙保里に勝ってない。龍一の爺爺、背から強すぎて逆に出れないやつ。まあ過去の英雄としてなら出てそう。激闘の末、吉田沙保里を倒した。2分後、吉田沙保里は体力が回復した。さらに100体の吉田沙保里が出てきた。どんだけ出てくんねん。吉田沙保里増殖バグ起きとる。戦ってる時間の方が絶対長い。約600キロある丸太をぶん投げる。小指だけでよくない？それってあなたの感想ですよね。普通の人間はまず持ち上げられないんですわ。強いぞ強いぞ。吉田沙保里、褒めても許さないわよ。いや、バイキンマンだけ始末せえや。正義の味方ごと葬ろうとしとる。アンパンマンの顔1億くらいストックないときついな。わめくな。静かに戦闘、首の骨をへし折るぞ。ダメくじは黙りなさい。次は指1本じゃ済まさないわよ。元から指4本や。てか、ピッコロなめくじ呼びしてるやつ初めて見たわ。赤だな。うろうろ出歩いてていいのか？いいのだ。ジャイアンが君をバラバラにしてやると言ってたぞ。吉田沙保里を送り込んでおいたから、心配ないよ。むしろジャイアンが心配。それはさすがにやりすぎ。転ばしを送る感覚で言うや。監督の指示で奈良県の運転手の男性83歳に、危険タックルしたら、ボブマイケルごとコンビニに突っ込み判定で反則負けした。いや、情報量多いな。運転手男性の被害が一番やばい。とりあえず監督が全部悪いです。そうと、吉田沙保里という言葉が、ボケての NG ワードに、どうやって投稿する？七日、吉祥医、リサ。微妙に伝わらん。てか他にいいのあったよね。ヘレン・マルーリス、アメリカ出身のレスリング選手。不明だった頃、日本のアマチュア選手権覇者の山本聖子の指導を受けたこともあった。2016年のリオ五輪で、吉田沙保里に、ルックスで判定勝ちした。ここで勝利収めとんねん。レスリング要素どこ行った？今はもうこの世にいないんだよね。東村山市、
吉田沙織の髪一本が暴走、五人怪我。いや、髪の毛まで生命やろってんだけど、ゴールドエクスペリエンスの影響を受けた？国一つ滅んでもおかしくないのによかったな。愛人沙織、月に変わって、お仕置きよ。その月を壊したら、次は何に変わってかしら。怖い怖い怖い。セーラームーン常に眼中になし、視野が宇宙規模なのさすがっす。今のは、痛かった。身も心も破壊する投げキッスに耐えた限界間近のフリーザ様。次はダメかも。次はハグが来るぞ。気をつけろ、フリーザ様。そしてこの笑顔である。逃げても無駄だ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 。いや、新しい名言生まれとる。めっちゃ弱気な主人公。瞬間移動、だと？孫悟空 VS 吉田沙織が盛り上がってきた。実況してる場合か。戦ってる周辺さらちになるぞ。今すぐその場から逃げた方がいい。海の達人、俺は100メートル離れたリンゴでも確実に射抜けるぜ、吉田沙織。私は睨んだだけで100キロ先の街を爆破できるわ。すいませんでした。特殊の魔眼持ってんだけど、目からレーザーでも出てんのかい。海の達人と張り合うことじゃねえ。吉田沙織が引退表明、レスリング女子。人が弱すぎる。とりあえず宇宙で探して。地球上だとほぼいないから、そのうち誰も相手にしてくれなくなりそう。あったあった、大変だ大変だ大変だ。落ち着けよドラえもん。一体どうしたんだよ。ボケての世界で静香ちゃんは吉田沙織ポジションなんだよ。毒舌と拳しか振るわない女静香。おまけにサイコパスだけどね。プレイステーション3、沙織と一緒、恋愛シミュレーションゲーム、購入者の声。格ゲーの最高峰です。爽快無双アクションやないかい。チートやバグですら誰も勝てないだろう。チュートリアルからヤバそう。 3DS は特別な訓練を受けています。いや、周知の事実。この訓練シリーズがもうボケてりゃ鉄板ネタ。私の場合、じゃんけんで相手がパーを出してもグーで勝てます。いや、それじゃんけんじゃない。指を3本ぶっ飛ばすってことですね。つまり何を出してもぶん殴られます。私は限りなく完璧に近い生物だ。無惨、あと少しで、沙織を倒せるところまで来たんだからね。最強の指標が沙織。鬼より人間の方が強い世界。内臓が破裂する音。全能力の 3% も使ってなさそう。最終的にはいなかったことになるからね。膵臓、脾臓、肝臓、心臓。吉田沙織討伐隊結成2日目。5分の1くらいやられとる。全滅まであと4日くらいだね。静香ちゃんの本気。いや、全然人種が違う。このアニメ世紀末アニメになるぞ。だ、誰だ？どうしたのよ？いたんだよ。今、あそこに、裏木戸の隙間から、こっちを覗いている。吉田沙織が。いや、もう存在だけで事件。多分もう5、6人死んでるわ。吉田沙織が言うと安心感があるが、橋本環奈が言うと、不安感を煽る一言とは。今日はあなたの旦那さんと一緒に出張です。おい、旦那、出張かあれ。警備かデートになるかの違い。初戦のスライムに勝てないバグで回収騒ぎ。ラスボスが初戦に来る悲劇。うまく仲間にさえできれば。スペック高すぎてクラッシュ起こす説。進化キャンセルの仕方を知らず力ずくでやめさせた。いや、それあなたしかできない。めちゃくちゃ強制的に形収縮。あの国民的アニメに吉田沙織を無理やり登場させて物語をめちゃくちゃにしてください。吉田沙織、はい、海鮮丼の出来上がり。いや、サザエさん最終回になるわ。幻の都市伝説体現しなくていいよ。呪術廻戦のキャラクターたちが現実世界に具現化したらありがちなこと。吉田沙織と五条悟による最強の座をかけた争いが始まる。周りがたらたら迷惑。呪術廻戦のスピンオフ映画でありそう。あなたは今無人島にいます。大陸とは200キロ離れています。海にはサメなどがうじゃうじゃいて危険ですし、島内にも何の生物がいるかわかりません。何か3つのものを使ってこの無人島を脱出してください。何でも構いません。吉田沙織、トキオ、方位自身。いや、リゾートに早変わり。守護神と創造神をチョイスか。室伏一人だけ連れてって投げてもらえよ。怪力みたいに、大きく強くなりたいの。後の吉田沙織である。怪力超えちゃったね。小学生あたりでメガ進化終えてるから。納得がいかないこと。例、カラオケの祭典で感想中に評価が下がる。吉田沙織が銀メダル。完全にルール違反疑惑。逆にあの人と張り合える人間がいたことに驚いてます。吉田沙織の願いに60回耐えた家。東京五輪の会場決定。この家なら地震で困らないね。てかどんだけ寝相悪いね。有村架純が言うと可愛いが、吉田沙織が言うと恐ろしいセリフ。見つけた。見つかっちゃった。夜一人でトイレ行けなくなったわ。多い、第一種戦闘配置。え？ボーリングのピンって普通砕けないんですか？怪力なんてもんじゃねえ。ボーリング施設壊した後に行ってそう。弾も途中で砕けて散弾化するね。全然怖くない。バイオハザード。キャラ選択時に吉田沙織が選べる。ゾンビを見るだけで倒せます。血液から抗体ができそうだね。そして逆にゾンビが生き残りをかけたゲームになりそう。いい人生だった。
試合相手が吉田沙織だった。マジでご冥福。そしてその後超大型巨人もワンパンされたとさ。のび太さん好きよ本当。でも吉田沙織に勝ったらもっと好きよ。本当に終わり。長い間ご愛読ありがとうございました。連載の終わり方に悲願殺到。打ち切り漫画感すごいな。吉田沙織ヘクシャー。災害レベルのくしゃみすな。のび太メガネだけは無事なのね。ハンターが逃走するという前代未聞の放送事故の原因。どう見てもキャスティングミス。むしろ逃げられるのか。ハンター逃走中やないかい。ヒグマは地上のどんな生き物もそれはしなかった。ヒグマは北国の王者だった。狼やホッキョクグマもヒグマに敬意を払い、腐肉を漁る権利も譲ってもいた。強大な力ゆえに吉田沙織にヒグマへの恋心が芽生えたのも当然だった。いやどこで惚れとんねん。そんなボアハンコックみたいなノリで言われましても、強者しか好きになれない病。怖ー、ほんと怖い。あの人今まで私が見たどの鬼より怖いわ。間合いに入らずんば即死せよみたいな怖すぎて語彙がおかしくなっちゃう。吉田沙織いつ来るのかしら。一生行きません。無残でもギリ迷って距離を置きます。死体の数よくそんだけの数で済んだな。どう見ても巻き添え発生してるね。なお単位は全て万人です。大丈夫、僕最強だから。吉田沙織を味方につけたので強気。いや君の強さではないのね。吉田の意を借り悟るやないかい。助けてくれ。シンプルな破壊力、まさしく蛇に睨まれたカエル。目があって生きてるだけでも英雄。近くの寺でもらった5万のお守り。逆に幸運も弾きそう。絶対寺無断販売だろ。女子レスリング金メダリスト吉田沙織確保。あと13人。200人いたはずのハンターだったが、いつの間にか残り13人となっていた。残り13人はアベンジャーズかな。制限時間90分は長すぎた。その後ハンターは全滅したんだよね。後ろから吉田沙織が乗ってきた。どんだけ恐怖の存在なんだよ。気づくの遅いね。無理ゲー。攻撃早すぎてかわせなさそう。そして真っ白な四角に放り込まれると、巡査部長、巡察部長、悪徳山ちゃん。ある意味両方理想だけども、勤務が一日だけでよかったな。吉田沙織に勝とうなんて言えるか。言ったら地球で核戦争になっちまうだろうが。すでに裏で支配されてた。あの人そんな国家権力持ってたのね。吉田沙織が危険タックルを仕掛けてくるので、なかなか進めない。いや、スポーツ間違えとる。バスケでボールごと相手弾け飛ぶぞ。終わったー。試合の相手に途中参加で吉田沙織が来た。うん、今すぐ棄権しよう。警察官、犯人の特徴を教えてください。目撃者、吉田沙織でした。はい、次の方どうぞ。いや、スルーしないであげて。ちょっと国の闇を感じる場面。スタンドより本体の方が強い。新しい戦闘スタイル。スタンドがいちいち熱弁してきそう。なんかアバッキューみたい。このイチゴは特殊な訓練を受けています。おそらく食べたら不老不死。このビニールハウスも特殊な訓練を受けています。初日の出も倒してきた。氷河期どころじゃない、概念すら倒す怪物じゃん。永遠の冬と闇。バル、お前なんかあった。何もないことに絶望する日々。おい、お前ら俺の発表を聞け。新しい彼女ができました。今回は後輩、しかも霊長類最強。いやお前いくつだよ。そのままお幸せに。赤ずきん役は吉田沙織さんに決定いたしました。いや人生諦めたかを。高評価して次回の動画もサービス。